肌の駅は神奈川県肌の市大新町にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O39。駅長所在駅で小田原管区肌の管内として鶴巻温泉から新松田管を管理している。開業当時、湘南軌道という軽便鉄道がすでに肌のには走っており、その路線の駅名に肌の駅があったため、大肌の駅と名付けられた。 また、駅の設置場所が、旧、中軍肌野町内に予定されていたが、町内の各地区の意見が分裂し、結局旧南肌野村に設置することとなった。そのため、肌野町の駅ではなく、肌野地域の駅という意味で、大の文字をつけたとも言われる。その湘南軌道が1937年に廃止された後も、大肌野駅という駅名のままであったが、 1987年3月9日に地元の要望と肌野が肌野と呼ばれている現状を受けて肌野駅に改称した南口改札口駅構内ホーム島式ホーム2面4線を有する地上駅改札は南北に伸びる自由通路を有した京上駅舎内にある1996年に現役舎が完成する以前は駅舎が線路の北側に置かれ 南側は臨時改札さえも設けられず未開発の状態であったが、現役者の完成後に土地区画整理がなされた。なお、ホームの番号は駅舎の位置とは無関係に当初から海側が一番とされていた。現役者はデザイン性の高さから1997年に通称産業省のグッドデザイン商品に選定された。新宿側に片当たり線があり、 新宿方面へ折り返す列車が使用するほか、運行トラブルが発生した場合の区間運転を行う際にも使用する。また、一部の特急ロマンスカーが当駅発着になる。2009年3月に行き先案内表示機がフルカラー LED 式に更新された。乗り場は海側を一番ホームとして、下表の通り。近年の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は、 下表の通り、駅を中心として、肌の市中心市街が広がる。500から600メートルほど駅から離れると、半球領地帯となる。駅周辺には、名水百選の一つに選ばれるなど名水が多く、存在しており、古くから地域住民に親しまれ、保全活動も活発である。神奈川中央交通グループによりすべての路線が運行されている。かつては、 箱根登山バスのバスが新松田駅まで乗り入れていた。北口、南口にそれぞれ乗り場がある。北口の停留所名は単に、秦の駅、南口は、秦の駅南口となっている。なお、1945年に当駅と渋沢駅の中間地点付近に、軍需工場が完成し、工員輸送のための駅が新設されることとなり、ホームは完成したが、 その時点で終戦を迎えたため、駅が設置されることはなかった。ありがとうございます。